BBT ビジネスインキュベーションセンターがお届けする BIC 企業チャンネル。今回のテーマはこの質問からです。サイモン理論による人の意思決定は次のどちらでしょう。10秒以内でお答えください。タイムアウトです。